よっこいしょ。まあこれも取って出していかないかな。ね。筑前前原駅の近くの丸太池公園で行われている第5回の竹取物語というイベントらしいです。まあ、全国各地でこの放置竹林の問題があるらしいんですけれども、その放置竹林をなんか利用できないかということで、青年団の方が、青年団だったかなが、間伐してこういったことに使うことになったそうです。7000灯籠があるということなんですけども、とても綺麗です。実はさっき乗ってた高速バスが事故に遭遇しましてですね、すごくびっくりしていたんですけれども、この風景を見て気持ちが癒されました。とても綺麗です。今回は取って出しですね。すごいな。ほう。あれも灯籠ね。なんか YouTube 界もこういろいろごたごたありますけれども、ぜひこの風景を見て癒されてください。では最後までご覧くださいましてありがとうございました。では皆さんごきげんよう、さようなら。